今回は EV を事業テーマとした脱炭素スタートアップの営業責任者ポジションをご案内いたします。まさに経営の幹部としてですね、今後ご活躍が期待されるポジションでもあります。はい、皆さんこんにちは。グリーンタレントハブの井口です。これは視聴者の皆さんにお伝えしたいという案件を厳選してご紹介するおすすめ求人シリーズ。今回は EV を事業テーマとした脱炭素スタートアップの営業責任者ポジションをご案内いたします。この会社はシリーズ B で15億円以上の資金を調達済みであり、さまざまな大企業や自治体との多数の事業提携ですとか実証事業を展開されている脱炭素領域の有力なスタートアップ企業です。経営チームとしてはエネルギー業界経験が豊富なとても優秀な方で構成されています。例えば経営幹部として IPO も兼任された実績のある優秀な方ですとか、あとは現在政府での制度設計の委員会にも参加されているような方でのチーム構成となっています。事業テーマとしてはエネルギー×テクノロジー、 EV ですとか EV の充電器、そして再生可能エネルギーであり、テクノロジーに関してはソフトウェア開発、エネルギーマネジメント、DR ですとか VPP ですとかっていうところであり、これらを掛け合わせた新しいサービスというのを複数展開されています。主な顧客としては自治体ですとか法人需要家になりまして、多数の協業が今も全国で展開されています。今回の募集ポジションは営業責任者です。この会社の主要プロダクトである EV 充電器の販売ですとか、あとは EV のエネルギーマネジメントソリューションの販売、これらを統括する責任者クラスのポジションになります。主なミッションとしては営業組織の構築、営業戦略の立案、プレイングマネージャーとしてご自身でも営業されますし、営業メンバーのマネジメント、そして PDCA サイクルを回して管理するという、これらがミッションになっています。年収レンジとしましては、入り口としては900万円から1000万円程度、ね、それに加えてストックオプションが付与される見込みです。採用ターゲットとしましては、ソリューション営業のご経験者、法人や自治体への営業のマネジメント経験者、スタートアップ幹部としてのマインドセット、ここもキャラクター面では非常に重要になります。さらに名岡条件として電力業界でのご経験知見がある方ですね。必須ではないんですけれども、極力あった方がフィット感が高いという状況です。具体的に業種や業界で言えばですね、例えば小売電気事業者出身の方、総合商社出身の方、あるいは IT 系の SaaS 事業者の出身の方ですとか、あとは電気機器メーカーのご出身の方、このあたりの方々で営業経験豊富な方は非常にフィット感高いんじゃないかなと思っております。これから上場に向けて本格的にこう売り上げをですね、伸ばしていくフェーズであり、そこの責任者というポジションになりますので、大変重要なミッションを担っていただける方になります。その分まさに経営の幹部としてですね、今後ご活躍が期待されるポジションでもあります。電気自動車、脱炭素、そしてエネルギーマネジメント、このあたりのキーワードに関心をお持ちの営業マネジメント経験者の方は、ぜひ概要欄の問い合わせフォームよりお問い合わせいただけますと幸いです。チャンネル登録やグッドボタン、大変励みになりますので、よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。